これ春から芽摘みをして、ここまで落ち着いてるんですけど、どうしても強いところだけこういうふうに伸びてくるんですね、はい、その部分だけ、一葉芽摘みを秋まで伸び止まるまで繰り返しなんですよね。紅葉を楽しむにはまずお水、水切れをさせない、それと、ある程度の肥料、それさえあれば、あとは夏の強い日差しをちょっと下げてもらえれば紅葉は楽しめると思います。あ、そうですか、はい、ただその前に、やっぱりこういうふうに伸びてる、せっかくこの商品作りにできてるわけですから、やっぱりこういう枝が伸びちゃうとやっぱり枝を崩しちゃうんですね。せっかくここに綺麗に、輪郭できたやつが崩れちゃう、だから早めにあまり伸びないうちに一葉ぐらい残してこうやって切ってあげる、これが伸びなくなるまで、それの繰り返しになるんですよね。そうですよね、あとこれ1週間から10日するとやっぱり強いところが伸びてくるんですよ、欅、楓なんかは同じですけどね。気になってたところで言うと、半分にこう葉っぱがなっちゃってる、歯切りですね。そうです、ここにもちょっと小さくて分かりづらいかもしれませんけど、これなんか歯切りしてある葉っぱなんですよ、半分っていうか3分の1ぐらい残ってるんですけど、それは秋までそのままなんですか。そのままです、はい、じゃあ結構もみじとかだと、もみじなんかだと形が崩れちゃうんですか。そうですね、歯切りになるとね、歯切りすると傭兵から元から取っちゃえばこの葉っぱはなくなりますけど、葉っぱを残して切ると残る葉っぱもあるんですけど、綺麗な紅葉は見らんないですよね、こういう状態だとね。じゃあ秋に見どころを作るためには歯切りはちょっと、歯切り、歯切りはできないですよね、紅葉を楽しむには。はい、葉刈りの方をおすすめしますよね、元から全部葉を取って二度目に吹いた葉っぱを利用する、それぞれ綺麗な、そうですね、紅葉は楽しめます。こんな感じで一応伸びた枝は止めました、でまた何日かすると強いところがまた伸びてくると思うんですけど、そしたらまた今のように切っていくと、きれいな紅葉を楽しむためには、まずお水を切らさない、あとはある程度 その肥料も大事だし、夏の強い日差しをちょっと避けてあげる。これ全部の木一緒ですか。一緒ですね、一緒ですね、まずお水が大事です。お水、これ春からアブラムシがよくつくんですよ、そうするとアブラムシの糞で黒っぽくなるんですよね。あ、これアブラムシの糞なんですか。結構ねアブラムシよくつくんですよね、新芽のところに、銅糞でもいいし、簡単にするには歯ブラシで、今ちょっとやってみますけど、こういった普通の歯ブラシでいいですから、洗ってあげるんですよね、きれいになりますんで、冬場石灰溶合剤、今なかなか手に入らないかもしれないですけど、そういったものをかけて病虫害の予防のために、冬場これ葉が落ちてからですよね。それが霧吹きとかだけですか。そうですね、冬場葉が落ちてからの作業的なものですよね、その前にここにちょっと汚れてれば、ちょっと簡単に、洗っていった方がいいでしょうけどね。海洋鉱材がない人は普通の消毒とかでもいいですか。だから普通市販されてる害虫のね、あれを定期的に消毒してあげればね、こんなくらいでしょうかね。あ、鉢も、鉢もここに、ちょっと洗ってあげると、棚に置いておくと雨とかね、泥バネじゃないですけど結構汚れるんですよね、どっか飾るにしてもね、鉢が汚れてたんだよね。こんな感じでしょうかね。これはカエデの小さい寄せ植え、になりますけど、これもね春から伸びて、ある程度伸びたらば切る、また伸びたら切る、で秋口まで伸びが止まるまでの繰り返しになります、今ここにちょうど伸びてて、いわゆる一節一葉っていうのかな、
一節目止めます、はいはい、でちょうどね人によってはこれが分かりやすいかな、真ん中で切る場合と、まあ、例えば これで分かりますかね、これが真ん中、これは伸びる芽ですけど両旗に葉っぱがあって、こういうあの止め方する時あるんですよね、はいはい、ただ伸びてるのはやっぱり強い枝なので、うん、剥がりも兼ねてこういうふうに葉っぱと一緒に切っちゃいます。全部切っちゃうみたいな、はい、で起こされた傭兵ですけど両脇 の、うんうん、あの葉っぱの付け根のこれは1週間ぐらいすると自然にポロって取れます。へ、まあ、うちの場合は剥がりも兼ねて、まあ、こういうところですよね、うん、伸びてるところをこう葉っぱと一緒にここに切ってあげるんです。3本こう出るような、普通は葉っぱ2つなんです、はいはい、場所によって3本っていうか3枚葉が出る場合もあります。だからこう3つになってるところとか、まあ、2つでもいいんですけど、はい、この上の部分で切るってことですね。そうです、そうです。下じゃなくて、下じゃなくて上です。葉っぱのこの付け根のこの下の方のところに芽があるんですよ、はいはいはい、これ今途中で切りましたけど、通常ここで葉っぱの上で切る。でこの下で切っちゃうとちょうどこれ前回ここで止めてるんですよね。この残された葉っぱの脇からこれが伸びたんです、はいはい、前回これ切ってないですけど葉っぱはね、必ずあのこの葉っぱの元に芽はありますので、はい、でそこの葉っぱの元から芽が出ますので、うん、出たらばあまり太らないうちに摘んであげる、それの繰り返しです。わかりました、はい、ただ場所によってね、うん、ここですとちょうどこれが一葉目ですかね、一節目ですかね、の葉っぱがあるところ、通常はこんな短くあの止めなくもいいんですけど、通常ですとね ここなんですよ、ここで切ってあげるんですけど、うん、ただこの葉っぱがあるところからこんだけ伸びちゃってるんですよ、はい、約2センチぐらいありますからね、うん、一挙にここまであのここまで大きくしちゃうとこの全体のバランスがちょっとおかしくなるので、うんうん、あの伸びすぎちゃってバランス崩すので、はい、これ、まあ、とりあえず一葉ありますのでここで止めておきます。こういうふうにそうすると短く詰まって枝ができますので、はい、通常だいたい一葉、まあ、一節っていうかな、それなんですけど、これはここからここまでが一節ですからここでいいんですよね、うんうんうん、はい、まあ、このくらいの伸びがちょうど理想的ですかね。なるほど、うん、1センチぐらいですかね。場所によってはねこういうふうに伸びちゃうときあるんですよ、うんうん、ーンとねこういうふうにね、はい、一節目がここまで切っちゃってるんですよ、うんうんうん、だからこれだとちょっと長すぎるので、はい、一回ちょうどこの元にちょっと額みたいのあるの分かりますかね、うん、ちょっと額がここにあるんですけど、ここで切ると額のところから元からまた吹いてくれるんですよね、うんうんうん、この場合はここで切ります、はいはい、これはまだちょっと細いので、まあ、これも同じ、これも伸びる可能性が見えてますので、うんうん、これ今ちょっとまだ切れないので、ちょっとあまりちょっと細すぎるので、はい、はい、後でこれは切るようにします。はい、はい、このくらいでしたらね、まあ、理想的な感じですよね。うんうん、これで一節目でここに切ってあげると、この残されたこの傭兵は、あと1週間から10日もすれば、これ自然に取れますので、はい、落ちますので。この木全体的にも小さくまとまってる木ですから、はい、大きくあの育たないように、できるだけ低く作るように、こんな感じでしょうか。そうそう、まだ伸びてるところもあるんですけど、まだちょっと短すぎちゃって、うん、ちょっと弱いので、ある程度伸ばしてから切った方がいいですか。うん、そうですね、あんまり細いうちだとやっぱりある程度枝もしっかりしていないと枝枯れを起こしたりしますので、 4,5 センチぐらい伸びた状態でしてれば切ってあげる、その方がいいと思いますね。あと中の方でね、中の方でちょっと気がつかないでここに伸びちゃってる枝、はいはいはい、そういうのがあるかと思うんですよ、ビョンって、うん、そうそうそう、それを気をつけた方がいいですね、忘れないように、まあ、これは特にないですけど。ちなみにこういうのってもともと別だ、でもだいぶ早い段階ででしょうね、やってますよね、うん、はい、枝の感じ見ると、はい、だから寄せて、まあまあそこそこの年数が経ってるんじゃないでしょうか。これで枝がある程度できれば、ね、いい感じの小さい感じ、ね、うん、サイズもいいですよね。そうですよね、うん、で今これ肥料残ってますけど、4月入ったら10月いっぱいまで、4月から10月、うん、いっぱいぐらいまででしょうか、でこれだんだんこれなくなってくるんですよ、はい、溶けて、はい、で
ある程度なくなったらば新しいものと交換という形になります、うん、はい、ホームセンターですとかに売ってる油かすの横に玉になってるやつでいいと思いますけどね、うん、まあ、あとはあの液体肥料、液体肥料、うん、薄めてじょうろで、うん、やってもいいし、そうね、11月の半ば過ぎ早いと、うん、その頃からいくらか紅葉始まりますかね、はいはいはい、だから紅葉始まればもう肥料いらないですから。なるほど、はい、要は木が休眠期に入ってくるときに減らしていくみたいな感じ。そうですね、もうそれはいらないです。なるほど、休眠期は木は活動してないですから、うんうん、紅葉はあまりなんて言うんだろう、遅くなってよければ遅くまで肥料与えておいてもいいんですけど、早く見たいなと言えば、うん、肥料早めに外してあげる。変わるんですか。うん、多少変わります。やっぱり疲労があると元気いいですから伸びようとしてますから、うん、紅葉も遅れるんですよ。へー、11月過ぎたらもう外してあげたらいい。なるほど、と思いますけど、あの試験的にあれですよね、うん、ちょっと不要塩酸といつも動画撮らせてもらってるんで、ちょっと通販やってみましょうかってことで、盆栽球と一緒にちょっと一回通販をやってみるということになりました。はい、まあ皆さんちょっと一回覗いてみてくださいって感じ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これブーゲンビリアという盆栽なんですけど、盆栽としてはおなかなかあるもんじゃないんですけど、ね、こういうふうに本格的な盆栽として木はなかなかないと思います。こちらはずっとあったかいところの、うん、まあ、九州から南の方に自生している、はい、木なんで、まあ、この辺関東ですとちょっと冬ちょっと保護してあげないとダメだと思うんですけども、古い木なんですよ、はいはい、小さいですけど、うん、肌がね、はい、結構来てますし、はい、二度咲きますから、二度咲く、はい、今8月なんですがこれで最後だと思いますけど、花が終わって短く切ってもらうんです、まあ、このくらいに詰めてもらうんですけど、うん、寒くなるまでに少し伸びてくれるんですよね、はい、まだあったかいですから、うんうん、そうするとその先端に花芽がつくんです。運がいいと冬いっぱいあったかい10度ぐらいの部屋に置いておくと咲きます。春までずっと咲きますね。2番目のこれ欅ですけども、小さいんですけども年数的には10年以上15年、15年以上経ってますね。約20年ぐらい経ってると思います、うん、足元を見ていただくと根もね、はい、結構よくできてますので、枝も枝分かれ、まあそれが一番肝心なんでしょうけど、うんうん、平均的に出てる。これ2つに分かれてる。そうですね。で正面ですか。一応こちらが正面ですね。はい、いいところはこの粘りから立ち上がり、うん、結構太いし、と比べるとあれですけど、綺麗ですもんね。そうですね。ね、はい、赤松の、まあ、平石、まあ、腎臓ですけど、平石で寄せ植えですね、うん、はい。赤松林をイメージした感じの。なるほど、はい。何年ぐらいですか。種から、まあ、同じ、みんな年数は同じなんです。はいはい、撒いたのも一緒なんで。でも7、8年だと思います。7、8年、はい、まだちょっとね、若くてあれですけど、まあ、肌ができてくれば、うん、良くなる、うん、良くなる、うん、これからの素材の木ですけどね。わかりました。はい、楓の寄せ植えです、うん、これ古い木で、そうですね、このいわゆる新木約25年ぐらい立ってると思います。もう結構肌も白くて縦筋もね入って、結構古い木なんで、うん、でちょっと小ぶりで寄せ方もまあまあいいので、将来有望な木になる、はい、なると思います。さっき動画撮ってた、そうです ね、はい、でこれも雑木林をイメージにした感じの寄せ植え、さっきと同じ兄弟の木です。これも今ちょっと滑稽で隠れてますけど、そうですね、できてますね。そうですね、はい、今滑稽で今隠れちゃってましたけど、の別れがこんな感じです、うん、はい、いいですね。まあ、これも枝の状態とか、うん、立ち上がりの状態とか好みがあるので、はいはいはい、値段的には一緒ですけどね、さっきの、うん、
きました。こうなりました、はい、の赤松、これも寄せ植えです。はい、さっき の, あの平石とちょっと若干イメージがちょっと変わると思うんですけど。そうですね、はい、同じぐらいの年代は同じです、うん、さっきとちょっとあの流れからすると逆の流れになりますけども、左へ流れてる、はいはいはい、感じの寄せ植えです。7番目、イボタっていう木です。イボタ、はい、あの春白い花が咲いてその後にあの黒い実がなります。まあ、餅の木の仲間っていうか、結構太いですね。太いですね。これあの国風盆栽展という、はいはい、それ の, あの中品盆栽、うん、いわゆる三点飾りの、はいはい、添え木に使えるクラスなんです、うん、はい、まあ、これあの冬葉落ちを見ていただくと一番あの分かりやすいんですけど、枝が結構密になってるんですよね、うんうん、はい、ちなみにですけども、はい、入ってる器ですね、この鉢、これあのうち独特の窯元である常滑の紅葉桃園という鉢なんですよ、うん、でここにね、うちの、まあ、いわゆる富士山、はいはいはい、富士山 の, あの落款があるんですけど、これあのうちで型を出して、あ、そうなんですか、はい、焼かしている鉢です。うーん、紅葉桃園の、はい、まあ、うちオリジナルのオリジナル鉢、はい、結構時代に乗ってますよね。もう古いです。もう ね, ねそう40年以上前の鉢になりますね。すげえ、はい、御用でもあの産地いろいろあるんですが、うん、那須御用、すごい、あの御用でも上位の方 の,、はい、あの産地になるんですけども、うん、結構あの葉が短い、うんうん、いろんなあの、まあ、これも種から育てて、そうですね約25年から約30年近いと思うんですけども、うん、そろそろあの肌ができ始めてきてるので、はいはい、はい、あの那須御用はねちょっとね肌が来るのが遅いんですよ、はい、年数経たないと肌が来始めないので未生の木ですけども。未生で、はい、ちなみに今これ針金かかってるじゃないですか、はい、これいつ頃外せばいい？ね、食い込んできたらばもう外してもらうんですけど、まだ香りかけたばっかりなの で, そうです、ね、はい、1年後ぐらいで大丈夫だと思いますけど、場合によったらあの2年後、うん、はい、姫リンゴですが、これ姫コッコ、食べるあのコッコ、昔あの今も、うん、食べてる方いると思うんですけど、うん、普通姫リンゴっていうとこれのそう3分の1ぐらいの大きさだと思うんですよ、うんうん、結構大きい、うん、普通 の, あのリンゴに、形に近い、はい、リンゴなんですけど、結構あの赤くなります、これから、はい、まあ継ぎ木で、育てた、はい、こうやって食べれるんですか？食べて食べないことはないですけど美味しくはないと思いますけどね、うん、これもでも結構古いですよね。古いですよね、かなり幹太い、ね、枝の状態からすると約15年ぐらい、15年ぐらいかな、うん、結局最初のうちはあの畑で畑作りだと思うんですよ、はい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 、それからあの鉢にあげて枝を作り始めたと思いますので、欅ですとかあの楓みたいに細かくできるものではないんです、これは、うんうんうん、枝はね、いわゆる花が咲いて実を楽しむ木なんで、うん、枝はそれほど手にはならないんです、うん、でまた枝が遠くしっかりした枝でないと花がつかなかったり、うん、実が止まらなかったりします。だからどうしても実物盆栽っていうのは枝は密にはできないんですよね、はい、まあ、ある程度太くないと支えきれないとか、そうですね、それもありますね。ブナですね、これあのこの肌の白さ、これに尽きると思いますね。あの古くなると白になるんですよね。いろんな章がありまして、結構あの葉も小さくまとまってる、あの章のいい、木だと思います。葉が小さいと枝も結構細かくできるんですね、はい、まあ、大きく作るんでしたらあの普通はこの倍ぐらいあります。そうですよね、はい、あの木にあったちっちゃいブナももっと葉っぱ大きかった。あ、そうですか、うん、生姜いいんですね、うん、枝も密に
細かく、はい、できる賞なので、まあ、これ中品クラスになるんですけど、うん、作るには賞のいい木だと思います、はいはい、約30年ぐらい経ってると思うんですけどね。30年ぐらい、はい、この花がね、うん、もう真っ白でしょう、うん、見どころで言うとこの、うん、この白、うん、肌の白さ、あとこの粘りから、このいわゆる立ち上がりですか、根元からのこの立ち上がり、いいですね、一番の見どころ、この小さい葉っぱ、葉ですよね、はいはいはい、なるほど、はい、結構お高そうな、僕今値段分かってない状態でお高そうな予感がありますね。じゃあ以上10点、はい、とりあえず試験的にこう販売始め、なんか通販で売ってみると、はい、いうことで、ちょっと皆さんの反応見つつ、はい、今後どうしていくか、はい、そうですね、はい、ちょっとやってみますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、はい。